第273回ホッケチャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。本日は妙音菩薩本の3回目であり、前回より続く内容として拝読をいたします。それでは本文へと入ります。その時に妙音菩薩はかの国からいなくなり、八幡四川の菩薩と共に立ってきたのです。経由したところの諸々の国は六種に振動し、すべてが七つの宝による蓮の花を降らし、百千の天の楽器は叩いてもいないのになりました。この菩薩の眼は広くて大きく青い蓮の葉のようであり、たとえ百千万の月を合わせたとしても、その顔の端正なることはこれに過ぎないほどです。体は純粋な黄金の色であり、無量百千の功徳が称言されています。威厳と福徳は火が燃え上がるように勢いが盛んであり、光明は照り、もろもろの層が備わって、奈良縁のように堅固な体でありました。七つの宝による台に入って虚空に上り、大地から離れること七多羅樹の高さにて、もろもろの菩薩たちにうやうやしく敬われ、その周りを回って礼拝し、このシャバ世界の擬釈船にやってきたのです。妙音菩薩の発言、仏に対して、やってきて七つの宝による台から降り、価値が百千もする飾り物を持って釈迦牟尼仏のもとへいたり、自らの額に足をいただいて礼拝し、飾り物を献上して仏に言いました。世尊よ、上慶宿王地仏は世尊に問いました。病も少なく、悩みも少なく、立ったり座ったりすることが軽やかで安楽にしていらっしゃいますでしょうか、否か。地、水、火、風からなる肉体はいかがでありましょうか、否か。世間の事柄は忍びやすいでしょうか、否か。衆生は悟りの境地に導きやすいでありましょうか、否か。むさぼり、怒りや恨み、愚痴、嫉妬、おごり高ぶることが多いのでしょうか、否か。父母に高揚せず、社門を敬わず、横島な見方があるのですか、否か。良き心でありましょうか、否か。目、耳、鼻、舌、身より起こる情欲が滅せられたでしょうか、否か。世尊よ、主情はよく、もろもろの魔や恨みを防ごうとしないのでしょうか、否か。長き間、煩悩を滅して悟りの状態にあった多宝如来は、七つの宝による塔の中にいて、来て教えを説かれるのでありましょうか、否か、と。また多宝如来に問います。安穏であり、悩みが少なく、耐え忍び、長い間過ごされているのでしょうか、否か、と。世尊よ、私は今、多宝如来の身を見たいと願います。ただ願わくは世尊よ、私に示し見せてくださいませ、と。
釈迦牟尼仏の発言、他方仏に対して。その時に釈迦牟尼仏は他方仏に言いました。この妙音菩薩は姿を見ることを得るように願っていると。他方仏の発言、妙音菩薩に対して。その時に他方仏は妙音菩薩に言いました。素晴らしい、素晴らしいことである。お前はよく釈迦牟尼仏に供養し、そして法華経を聞き、文殊師利たちに会うためにここにやってきた、と。以上、本日は妙音菩薩本の3回目でありました。本日に取り上げた内容に次いで、次回には妙音菩薩が一切衆生を救って守るために表した34の実について登場するのであります。次回第275回に予告でございますが、妙法蓮華経妙音菩薩本の第4回目として、本日の続きを拝読いたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。